それ本当ですか？え、違う。説明すると何？アサイーボールを作ったの。あ、作ったのね、本当。うん、作った。そう。回転はしてないと。回転まではいってないんですけど。え、作った？あれは？写真とかない？あのね、動画の途中ならある。なるほど。動画の途中ならある。ごめんね。この前作ったらしいですよ。そうなのよ。我ながら美味しい。お、よかった。アサイの素ゲットできたんだね。そう、なんかなかなかさ最近見かけないから。そう難しいんですよね。私もお店回ってやっと見つけました。あ、ごめん、ちょっと見当たらないな。OK、 探してもらってじゃあちなみに気になったのはなんか、うん、赤リンゴ特製なのになんかアサイって結構ブルーベリーとかベリー系なんですよ、うん、あれ、まあまあまあ隠し味でリンゴジュースが入っちゃってるよ。なるほどなるほど、リンゴジュース。そうなんです。あ、でもリンゴジュース私も入れてるわ。やっぱさ入れると違うよね。リンゴジュース入れるともちもちになるって聞いてやってみたんですけどめっちゃいい感じになりましたよ。皆さん、私さ、アサイーボール食べる前さ、うん、めっちゃ怖がってたじゃん。うん、そうね、そうね、美味しいのみたいな、なんかね、ずっと言ってた、この子。そう、なんか食べてみたいんだけど、え、食べれるかなみたいな言って、ずっと食べられてなくて。でも最近さ、たまにさ、食べてるよね、お店とかでも。そう、あの、一回キキに連れてってもらって、アサイーボール、うん、そっから見事にハマっちゃいました。ハマったか、やっと。やっとハマりました、最強に。あ、これ、え、うまっ。あの、ちゃんとカリカリも入れて。めっちゃうまくないですか皆さん。アサイちゃんとこれ用にお皿に買ったの。え、そうなの？え、めっちゃ美味しそうじゃない？どう？うまくない？めっちゃいいよ。うまい。バナナと、え、もちもちにできた？できたよ。え、ほんと？美味しかった。それ初めてでしょ？初めて初めて。めっちゃうまいじゃん、初めてなのに。え、いいな、食べたい。え、食べたいってよ、みんな。え、じゃあうちのお店来ます。あ、皆さんじゃあ入店してあげてください。ぜひ入店してね。お願いします。どこにあるのかな、ね。はい、わー、ねー、りなちゃんが前あげてたアサイーボールも美味しそうだった、うん、え、ほんと？うん、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。なんかお店で食べるのもいいけど自分でやるのも美味しいですよ。うんね、うん、美味しい。健康に良さそうだもんね。うん、めっちゃ栄養たっぷり。栄養たっぷり、うん、栄養めっちゃありますよ。今日は 5時ぐらいまで。そうね、特に決めてないんですけど。うん、流れでね。アサイどんな味するの？なんかさ、これと、これといったものはないけど、なんかむずいな説明。え、そう、ベリー系ではあるんですけどね。なんか別にめっちゃブルーベリー食べてるっていう感じはしないし、うん、しないしない。なんか難しいよね、言葉で表現するの。でもなんかとにかくさっぱりって感じかな。うんうん、本当になんかシャーベット食べてる感じ。ああ、そう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 、だからがします。暑い日とかめっちゃいいかもね。めっちゃいい、めっちゃいいよね。本当にめっちゃいいと思います。ぴったり。そうね、うん、ブルー、うん、ベリー系の感じかな、うん、でも見た目の通りの味したかも。結構、うん、確かに想像してた感じだった。そう、夏におすすめですよ。結構おすすめ。海ぶどうみたいな味だって。海ぶどう、海ぶどう、海ぶどう食べたことない。食べてみたいんだよね。なんかさ、あのちっちゃいブツブツのやつ。え、そう、つぶつぶあるでしょ、緑のな、うん、ね、コリコリしたやつだよね。めっちゃ美味しそう。食べたい、食べてみたいね。えでも逆にあれがさ、アサイっぽい味するってことか。確かに。そうなんだ。じゃあ食べてみたいかも。ね、ね、そう。リンゴお家にいっぱい大量にあるからお家に取りに来い。焼きたーいいんじゃない。なんかさ、あかり毎回さ、あのファンの方がリンゴとか持ってきてくれてるから。そうなんだよ
んないけど、これ本当にもらえればいいのにはとか思っちゃったりして ね最高じゃない。だからパフォーマンス中にあのステージから見てリンゴがなんか3つぐらい見えるんですよ、たまに。そう、めっちゃ持ってきてくれてて、みんな頭の中で食べてます。よかったよかった。いつもお腹空いてるしね。そう、いつもお腹空いてるよ。ステージ立つ時に限って、ね、本当に悲しいな。何これ、マキちゃんの迷子エピソードくださいね。待って、最近はないかな。最近ないね。うん、でもあれ以来じゃない、なんか YouTube で出つ、ね、そうね、寝ちゃって、あ、そう、終点まで行っちゃったやつ。終点まで行っちゃって、うん、あ、そうだそうだそうだ。そう、なんか私たち、あ、もう聞いた方もいると思うんですけど、うん、9人で電車乗ってたんですよ、うん、で降りる駅があって結構混雑してたので、ね、みんな各自で降りたんですね、うん、でみんな集まってみたら、うん、人数数える。あれ8人。8人。誰がいない、椿ちゃんがいないってなりまして、はい、もしかしてあの子と思って、うん、あの椿ちゃん座ってたから、そうだね、もしかして寝ちゃってた説みたいな、うん、出てきちゃって、で必死にね、そうなんですよ、みんなでスタンプ連呼したりとか電話めっちゃかけたりとかしたんですけど、起きなくって、うん、結構終点まで行っちゃいました。行っちゃって、そうで、なんかパッて起きたら、うん、みんないなくて車内スカスカになってて焦ったって言ってました。めっちゃスタンプ連打が来てて、あの時焦ったね。焦ったね、びっくりした、びっくりしたもん。でもよかった、合流できたから、うん、ね、無事合流できました、その後は、中地フェスの漫画みたいな。そうなんです、あれさ、なんか作り話ではあるんだけど、なんか本当にありそうだよね。ありそうなんだよね。結局私たちも間違えたっていうさ、っていうオチだったんだけど、ありますね、うん、なんかほんと椿ちゃんってどこでも寝れる人だから。いや、そう、わかるわかる、うん、寝ちゃうよね。あ、そうだ、新宿レニーだ。そう、めっちゃあれ好きね、うん、いつも見てる。 YouTube に上がってるので見てください。うん、バキコ起こす係決めないとね。バキコバキコね、バキコ、バキちゃんをね。そうね、誰か起こさないとまずい。一回ちょっと様子を伺ってから来てねって、うん、見ないと。しっかりしてるのは誰だって。しっかり、今ちょっとやったしっかりしてんけバレたか、乗り切れなかったな。今ちょっとね、乗り切れようと慣れてたけど、そうそうそう、しっかりみんなでもしてるけど、うん、意外とみんなね、ラッキー、ね、真面目な人多いから、うん、しっかり、しっかりって難くない？しっかり、でもみんなだよね、うん、特にね、うん、そう、まあ、リーダーはもちろんですけど、うん、でも結構あかりも真面目なイメージかも私。あ、本当？うん、みんなしっかり、みんなです、頑張ってます。あかりなでオリジナルラインスタンプ作りませんか？え、最高、癖強そう、ね、リンゴリンゴありそう、怠け者とかもありそう。ゴリラがリンゴとかあないんだから、ね、怠け者これすぐ行くわみたいな。ちょっと行けたら行くわみたいな。行けたら行く行けたら行く、絶対行かないやつ。このスタンプ欲しい。こうやって怠け者で顔が赤になってて行けたら行く、最高ね、え、めっちゃいいやん。え、作って急いでるようにして、最高、怠け者が ね急いでないだろ、確かに。やばい、楽しみ結構やってみたい、ね、やってみたいな、絶対買いたいね。私も欲しい、私も欲しいです、私も欲しい。ダンス習ってるんだけど、どうやったら上手くなりますか？うん、今日もダンスリーダーいます。あ、そうだね、まず私はレッスンを受けるときに本当に先生の動きを完コピ、あ、真似、そう、うん、もう1ミリもずれないぐらい真似するっていうのをちょっと意識してると、確かに大事。あと鏡で自分の動きよく見て研究するのがいいかなと思いますが、うん、はい、なんか先生からしっかりちゃんと正しい基礎を、うん、教わってから自分の個性を入れていくとね、うんうんうん、めっちゃ
良くなると思います。私たちも頑張ります。頑張る。一緒にダンス頑張りましょう。楽しいよねダンス、うん、ダンスは遊びじゃないから。ダンスは遊びじゃないから。遊びじゃないから真面目にね、真面目にコツコツとやっていきましょ う。基礎は大事ですよね、うん、何事も一番大事。はい、お、分かりました。だってお、よかった。ありがとうございます。一緒に頑張ろう今日のネクタイは怠け物ですか？違う、今日のネクタイは本物ですか？もう怠け物じゃないじゃん怠け物ですかってどういうことと思ったよこれちょっとなんかちょっと私が触った感じ、はい、偽物な感じしますね。ちょっと、あ、本当ですか？なんとですね、本物なんです。ちゃんと結んだ本物ですよ。そう、あ、確かにこの感じね、ちゃんとほらほら細い太いなってます。すごいでしょ。この偽物の場合はどういう感じになってるの？構造的にはあの後ろでパッチンリボンみたいな感じ。なるほどなるほど。パッチンできるよって。これはでした。一本のやつなので結べるようになりました。よかった。結構うまいしね結構うまいよね。うまいうまい。よしよしよしカバーできてるカバーですよかったよかった。 OKOK。新潟行きたいね。わ、新潟行きたい。大好き新潟。行きたい。私夏休みに遊びに行って、うん、新潟に。あ、そうなの。自然を感じてきたんで。え、あれだっけ、なんかトン、なんかなんていうの、なんかトンネル。あ、そう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 。下に水が張ってあってね。写真映えするやつ。なんか暗くて赤い色が際立ってるやつ。こうやって立ってるやつ。なんか美しい。っていうね。そう、あの写真のやつか。あれも新潟県。洞窟のやつ。そうね、あそこめっちゃ行ってみたい。そう、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だなと思って、あかりんの写真見て。インスタに載ってたっけ？そう、インスタに載せた。うわー、私どこ行きたいかな今。でもなんか旅行好きなんだよね私。あー、わかるわかる。旅行好きだからいろんなとこ行きたいけど、うん、意外と北海道とか あんまりなんか沖縄とかは修学旅行とかでよく行くけど、こっち側行かないので上の方は。確かに確かに。そっちなんか東北系とか行ってみたいなみたいな感じはあります。でも沖縄行きたいかも逆に。わかるね。沖縄行ったことないわ私。行ったことない。そう、沖縄楽しいよ。楽しいよね、うん、でもさ夏の沖縄とかめっちゃ暑そうじゃない？うわ確かに、うん、海みたいなね、綺麗だし。海がね本当に感動した。本当にエメラルドグリーンってこういうことかって思った。本当に綺麗、本当に綺麗ね。日賀と日賀と長山さん の二人もいるのすごいよね。すごいね。沖縄でライブしてほしい。だってやりたいね。やりたい、やりたい、うん、2人が喜ぶねね、本当にそう、うん、ラッキーの中で一番絵うまいのは誰？はーい、私です。はーい、はーい、つばきちゃんです。はい、すいませんすいません、つばきちゃんです。すいません、つばき大先生です。リスペクトです、本当に、うん、あたりはあって私が一番ないのまだね、画伯だからさすがだわ。そう、さすがのつばきちゃんですかね、絵に関しては、ね、すごいな。本当に上手なんですよ。いいな。なんかもう画像見て完コピしてんのかっていうくらい上手いですよ、うん、本当にそう。なんか思うのが、絵上手い人ってさ、なんか想像力というか、うんうんうん、なんかそのもののさ特徴を捉えるの上手い、うん、上手いのよ。なんかなバランスが悪くなっちゃう。私そう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 。あとさ、ちゃんとその動物のものが形とかがさ、うん、細かく分かってるじゃん。そう、それがすごいなって思います。すごいな。象が、象伝説だったよって。あ、そう、リナの象とか伝説よなんで。でもそう、キアちゃんとの配信で伝説残した。本当にやばかった。ちょっとあれは恥ですね、皆さん。あ、画面録画とか、うん、あのスクショとか、あの載せないように、載せないように、お願いします。載せてください、お願いします。フリでした。キラちゃんとどっちが今、あのキラちゃん
と画伯やってみたんですけど、うん、意外と同じぐらいかもっていうのがそうなんだ判明して、おまあでも一番あのもちろん私なんですけど、うん、意外とねなんか仲間が見えた感じ仲間にすな、うん、ちょうどねそうなんです、上手くなりたいね。なんかどうやって上手くなるのか分かんない。あ、教室でも通う、お絵描き教室みたいな、ね、思った、ちょっと思った、さばきちゃんに開いてもらおうよ、思った、ね、週1とかで週1でお絵描きレッスンお絵描きレッスンお絵描きレッスン入れる、ダンスレッスン、ボーカルレッスン、お絵描きレッスンいいじゃん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 、やばいよその前に勉強しなさいって話、確かにまずね、みんなよね、週1レッスンいいじゃないの、いいね、やりたいわ、うん、ラッキーさ、うん、勉強できるタイプの人いるっけ、結構、へえ、うん、まあじゃあ次のコメント読む、そうですね、一旦、じゃあ次の、でもさ結構さ優馬とか頭よくない、そうそうそう、うん、なんかよく仕事の合間とかでも課題やってたりして、うん、そう、結構あの子勉強すごい、テスト前とかめっちゃ勉強熱心なんですよ、ね、見習わないとだ、うん、ね、あれ、ラッキーに勉強という言葉は禁句、ポリ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 このスタンプ作りたい、ポリポリ作りたいかも、作りたいよ、ね、作りたい、結構ポリポリ結構欲しいかも、使える使える、ね、使えますよ結構抜き打ちテスト、ね、抜き打ちテストやばい私一番もう終わりですよそれ、結構本当に抜き打ちだからね、そういうのってね、なんか YouTube の企画とかでそういうのやりますって言ったら結構もう終わるかもね、だってさ、なんか勉強ってさコツコツやっていくものだから、そうだね、なんか一時的にやったところでじゃん、うん、多分頭に入ってない、ね、そう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 、頑張ります頑張ります、高校生もはい頑張りますお願いします、はい、テストね、昨日誕生日でした、 おめでとうございます、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでとうございます、確かに私いつもめっちゃなんか共感することがあったらハイタッチするタイプなんですけど、あ、はいはいはい、なんか今日最近、うん、ハイタッチブーム終わってきちゃって、あら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 、終わっちゃったんだ、ね、今日一回もやってないんだって、やってないね、珍しいですよこれ皆さん、で前さなんだっけな、何何、ずっとずっとずっとのミュージックビデオ初回のリアクション、うん、動画 YouTube に載ったじゃん、うん、あれねあれね、うん、その時にあの普通に4号で座ってて、私、うん、5の端にいたのよ、うん、あ、分かった分かった、で、あの、カンナちゃんと歌わりが一緒だから、まあ、そのパートが来たわけよ、うん、あ、よし来た来たって顔見合わせて、うん、私がこうやってやったの、うん、そのままカンナちゃんスルーあっ自分でやっちゃいましたねちゃんと見てたよ見てなんかコメント欄見てたら、ここあかりちゃんしてるって言ったら、なんかなんちゃんって書いてあったから、秒数飛んで見たら、あいいよ楽しそうやったよカンナちゃんかなんであの時気づかなかった、やってくれなかったでも一人でやったしね、あまあまあまあ寂しくない寂しくない一人で紛らわそうね、思考が面白いのよ本当に、あかりの考えてることが、ね、だって誰かにハイタッチ無視されてこうするいますなかなかいないよね
このままねこうやって下ろしたらさ、ね、あちょっと悲しそうだなって、ね、そう確かにちょっと嫌だもんねっていうねなるほど活用していきましょう皆さん活用していこう明るくなるよ、ね、生活からポジティブ思考でポジティブ思考じゃあそろそろスクショタイムでもしますか早いスクショタイムしますポーズ送ってくださいはいお願いしますあそういえば謎かけブームも終わったくないちょっと確かに一時期一生謎かけ考えてたんだよねえそう考えたらさ椿ちゃんのダジャレも最近はなくないやっぱブームって終わってくもんなんかブームって面白いね急にハマり出すのそうハマって落ちてる、ねうん、そうなんですなんかあるあ人間ポーズなんかすごい人間ちっちゃくじゃねあすいませんこれだはい目玉焼きポーズあ、じゃあちっちゃい丸作ってまんいっちゃんこれもういいねこれ目玉焼きポーズでしょ二人でできるやつが十分なんか ありもしないポーズがさっきから流れてくるゴリラップルポーズって何ですかごめんなさいゴリラップルポーズじゃあ片方ゴリラで片方ゴリラあ、これあ、これこれゴリラップルはいゴリラップル活用してください、はい、ゴリラップルですあと2個ぐらいやろうかうん猫耳じゃあ可愛いのもね入れていかないと、うん、オッケー、はい、ラッキーポーズはいはいオッケーありがとうございます皆さんありがとうございましたあっという間に45分がもう経過しておりまして、はい、経過しましたねいろんなお話をして、はい、楽しかったです楽しかったです、はい、そしてねあの7月3日リリースの国語算数理科恋愛もぜひ楽しみにしててください待ってください、はい、じゃあ今日はありがとうございましたありがとうございましたせーの以上りんご飴でしたバイバイまたねまたねシンクロまたねシンクロちゃちゃちゃバイ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 